いただきました。コップ、口のみすがり、コップ、コップ、口のみすがり、ちょっとあの明日ないな、ちょっと勘弁してお水飲みたい。これは私、これは、これで、下に置きます。お水は下に置きましょう。じゃあね、これで食べたらいいんですか。なんでこういう時はハンドマイクよりも、これ喋ると入るんですか。ちょっとこれあのそれ持ってきて、これこれ、はい、皆さんお疲れ様でございます。あの急なあのお知らせにもかかわらず、本当に皆様、大勢の皆様あのお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。衆議院議員の江田健二でございます。本日ですね、臨時国会が終了したことに伴い、我々14名はですね、みんなの党に離党届を提出をいたしました。断腸の思いであります。ことに私、江田健二はこの党を結党した当事者として、よもやこんな日が来ようとは夢にも思いませんでした。無念でなりません。我々が離党する理由はただ一点、結党の原点に戻るということでございます。今の自民党一強多弱という政治状況の中で、我々野党に課せられた使命は、政治理念や基本政策の一致を前提に野党勢力を結集し、自民党に代わりうる政権交代可能な一大勢力を作り上げていくことだと我々は信じております。それを痛感したのが、臨時国会末の特定秘密保護法案、与党自民党の数を頼んだ暴走、数の暴力、強権的な国会運営だったのではないでしょうか。このままでは民主主義は死んでしまいます。にもかかわらず、みんなの党はその原点を忘れ変わり果ててしまいました。政界再編を原点に持つみんなの党が、政党ブロックという構想を唯一の方針と決め、自ら選択肢の幅を、再編の選択肢の幅を狭めてしまいました。党の存続自体が自己目的化し、最近では自民党にするより、あわよくば与党化していく、そういう動きも見られております。特定秘密保護法案をめぐって、我が党がぶれ続けたと評されるのも、渡辺代表が安倍首相と試食を共にしながら密室で、あらかじめ手を握り、
初めに賛成ありきの修正協議を推し進めたからにほかなりません。ただその土壇場でその自民党からもはしごを外され、衆院では賛成したものの参院では棄権という方針転換を余儀なくされる。我が党の方針では自公政権に対しては数の暴走に対してはしっかり歯止めをかけると書いてあります。先の衆参両選挙においては我々みんなの党は自公過半数割れを目標に戦いました。また脱官僚、官僚政治を変えていこう、そういう原点で決闘した我が党が、むしろ官僚支配を助長するようなこの法案をめぐって、政策よりも政局、迷走したことは致命的なことだと考えております。こうした決闘の原点を見失った有権者の期待を裏切る行為を我々は絶対許すことができません。歌を忘れたカナリア、もはやこの党に将来はないと結論を下さざるを得ませんでした。みんなの党は自由闊達な議論、そして民主的な開かれた政党であったはずです。しかし昨今の党の現状はそれとは真逆の強権政治、独断専行の政治、そういう状況になっていると言っても過言ではありません。党内の雰囲気はうつうつとして暗く、閉塞感に満ちあふれ言論の自由も制約される、政治活動の自由にも介入される。私はこの夏、幹事長というポストをかけて党改革を提言をし断行しようとしましたけれども、その後の党の現状を見ても変わりません。これではまともな政治はできない、そういう判断もいたしました。ただ臨時国会中は我々国会議員の職責はしっかり国会審議に臨む、政策論争をする、法案審議をする、そう思い、これまで離党を踏みとどまってまいりました。しかしその国会も昨日閉会した以上、この党にこれ以上居続けることは国民の期待を裏切り、そして国民の負託にも応えることができない、そういう結論を下しました。これからは我々こそが新生みんなの党だという思いで、さらなる改革政党を目指し、もう伸び伸びと前を向いて進もう、今日スタートに再出発を期してまいりたいと思います。そして我々と志を同じくする人たちと新党結成の準備に入りたいと思います。今からでも遅くはありません。今回行動を共にできなかったみんなの党の皆さん、ぜひ我々に続いていただきたいと思います。もう一度言います。一強多弱の今の政治状況の中で、我々野党に課せられた使命は、小さな政党がいがみ合っていることではなく、政治理念や基本政策を一致させて自民党に対抗しうる政権交代可能な、国民の期待をしっかり受け止められる、こうした政党を作っていくことではないでしょうか。そのために、そしてしがらみのない立場で自民党では決してできない既得権益を打破する改革、すなわち官僚、脱官僚、地域主権、将来の原発ゼロ、さらには増税より景気回復優先、こうした政策を高く掲げ、この国の形を変えていきたい、
それが我が党の結党の原点なんです。そのためには我々が触媒となり、新党を結成して身を捨てる覚悟で、必要なら党の発展的解消も辞さず、真の改革勢力を結集していく、必ずや成し遂げる決意でございます。皆様のご理解ご支援を心からお願いを申し上げます。私からは以上でございますので、ご質問のある方をお受けいたしたいと思います。はい、幹事社というのはいらっしゃるんですね。じゃあ最初に手を挙げた方は、テレ朝さん、はい、マイクはいいですか。はい、ありがとうございます。テレビ朝日の山口と申します。はい、江田さんに伺わせてください。自民党に対抗する勢力を作るということになると思います。ただ現実には今圧倒的な数を自民党は持っています。今後他党と具体的に、例えば維新の会、それから民主党の一部、どのように連携するという構想を今の段階でいいんですが持っていらっしゃいますでしょうか。まあ、我々は先ほど申し上げましたようにですね、政界再編を原点に持つ政党です。その原点に戻るということはですね、まあ、維新さんや民主党さんに限らず、どの政党政治勢力ともですね、これから政治理念や基本政策の一致を見出していくという、こういった作業をしていかなければいけないと思いますね。ただそれはですね、まずは我々考え方を同じくする同志でですね、年末までに新党を結成し、それを土台にしてですね、新年早々からご挨拶前から始めてですね、そうした協議を進めてまいりたいというふうに思います。ちなみに今回の行動の前にあたりましては、大阪の橋本さんとは相談されましたでしょうか。大阪のですね、橋本市長であれですね、松井知事であれ、私はもう常々連絡を取り合っておりますので、そうしたお話も当然いたしております。橋本さんからどういう話がございましたか。とにかく政界再編、橋本さんもおっしゃっているようにですね、回答も辞さず、自らを捨てる覚悟でも野党再編をやっていくという点では全く同感だと、同じ考えだというお言葉をいただいております。江田さん、すみません、もう一点だけ伺わせてください。今もおっしゃいましたけれども、特定秘密保護法、官僚主導をさらに進めるという懸念がございます。この特定秘密保護法に対しては今後どういうふうに対していきますか。例えば第三者機関はどういうあり方があるべきだというふうに訴えていきますでしょうか。はい、特定秘密保護法案についてはですね、保護法制自体はここにおる我々は皆賛成です。ただその内容についてはですね、不十分な点がある。特に今ご指摘の第三者機関については、しっかり情報公開の観点からですね、国民の申し立てによりその指定を解除させ、強制的にこの公開をさせるという権限を持ったですね、米国の公文書館にある情報保全監察局、こういった機能しうる、そういった機関をですね、しっかり作っていく。そのためには我々は国会議員でございますから、もう早速通常国会からですね、議員立法を作って、この第三者機関の問題も含めて他にも問題がございますので、しっかりと提案をしてまいりたいというふうに思います。ありがとうございました。朝井さん、朝日新聞の田村ですが、時間十分ありますので、はい、離党なさる方ざっと見ますとですね、離党なさる方ざっと見ますと、比例当選の議員の方たくさんいらっしゃいます。渡辺代表からは離党するならですね、議席を返せというふうに常々言われていると思うんですけれども、このあたりはどういうふうに整理をなさっているんでしょうか。はい、比例議員がですね、党の票で当選をしていることは事実でありますが、しかしですね、個人の努力で票で当選していることも事実でございます。今の現行法上ですね、新党に参加したり無所属になることは否定されておりません。
それはなぜかと言いますと、選挙の時に戦った政党に移ることは有権者への裏切りになるけれども、選挙後の状況の変化によりですね、新党を結成したり、個々人の自由で無所属になったり、そうしたですね、憲法で保障された結社の自由、さらには政治活動の自由をですね、必要以上に制約してはいけないという、これが今の立法の趣旨でございますから、我々は何ら恥じることもなく、今の立場を維持してですね、しっかりと政治活動をしてまいりたいと思います。それでは共同さん共同通信の鳥成です。江田さんは具体的にいつ頃からですね、このみんなの党を離党するということを検討していて、それで、まあ、最終的に決断をされたのは、またどのようなきっかけでいつ頃かというのをお聞かせいただけますか。そうですね、まあ、いろんなことがありましたから、この夏以降ですね、まあ、いつからかと言われてもなかなか人間ですから今日からというわけにはいきませんが、まあ、決定的になったのはですね、やはり特定秘密保護法案、そのことの是非はともかく、まあ、密室でですね、与党の党首総理とですね、手を握っちゃいけません。はじめに賛成ありき、ハードルをどんどん下げて合意にまで持っていくというですね、これはどういう意図のもとにされたのか、これは本当に与党入りを狙った行動だと評されてもしょうがないと思います。我が党はですね、結党宣言に見ていただきますように、自民党でもない民主党でもない政権交代可能な新しい政治勢力を、政治理念基本政策を一致して作るんだと、これが原点ですから、ましてや与党自民党にすり寄る、来年通常国会から与党入りをする、そういうことは絶対に有権者の期待に応えるものではありません。そこが一番の引き金になりました。それぞれ思いはあります。今日の14名の中でそれぞれ思いはありますけれども、今日を期して離党するよということについては完全に一致したところでございます。日経さん、日経さん、要するに日経新聞の辻と申します。はい、昨日、維新の松野国会議員団、幹事長が新党に対して統一会派を含めて呼びかけたいと発言されているんですが、この提案について現時点ではどのようにお考えでしょうか。念頭にありません。まずはこれから明日以降ですね、我々14名、これに柿沢水戸議員も加えましてですね、まあ、新党の綱領、基本政策、政党の名称、そういったものを決めていく必要がありますね。まずは皆さん、このまたですね、いつになるか、12月の中旬なのか下旬なのか、また結党の会見をさせていただきますので、その時にですね、またお答えをしたいと思います。まずは礎を作る、土台を作る、これが先決でございます。読売さん。読売新聞、西山と申します。3点ほどお伺いさせてください。14人の方が一緒に離党されるということになりました。多いなという印象もあるんですけれども、みんなの党は全員35人います、まあ、過半数は行ってないという評価もあるかもしれません。江田さんの14人という数についての印象はいかがでしょうか。多いとか少ないとかいう考えはありません。とにかくこうした状況の中でですね、私以外の13名の方がご決断をいただいたということはですね、本当に苦しい中での重い決断だったと思います。それだけ絆は深まりましたので、明日からは談論不発、誰が上司だ部下だという区別なく、しっかりと政策論議をして、そして国民の皆様にしっかりと評価していただけるような政党の綱領基本政策を作ってまいりたいと、そういうふうに思います。それとは先ほどお話に出ました、はい、野党再編なんですけれども、維新の会との再編ですけれども、江田さんは常々ですね、大阪の維新の会が太陽の党と合流されたことを批判されてきました。で、今も太陽の党の方はいらっしゃるんですけれども、どうやってその維新と再編をしていくのかということはいかがでしょうか。
まずは新党を結成しまして、年明けにですね、まずはご挨拶回りから始めたいと思うんですね。今先走ってああだこうだというのは控えたいと思いますが、ただ大事なことは、政党というのは政治理念と基本政策を一致させなきゃダメなんだということです。私は2002年に無所属の議員として自民党民主党相手に当選をさせていただきましたが、その時から目指せ政界再編と訴えてきたのは、今の自民党も民主党も基本政策すら一致しない寄り合い状態だからですね。じゃあそれでどうなるのか。いや、どの自民党が政権を取っても、民主党が政権を取っても、この基本政策で内輪もめが起こる、足の引っ張り合いが起こる、そこに官僚が出てきて、いや先生方ご苦労さんでしたねと、足して2で割ってこの辺で抑えましょうと言って、6でもない当たりさえのない政策が決まってきた。これが日本政治の最大の問題なんです。政党政治の最大の問題なんです。ですから私はこれが原点ですから、政治家枝健司の原点でございますから、決してこの政治理念や基本政策をないがしろにすることはございません。政治理念、基本政策の一致、それは維新さんであろうが、民主党さんであろうが、どの政党であろうが、これが大前提でございますから、ここをしっかりとわきまえてですね、これから政界再編に臨んでいきたい、そういうふうに思っております。最後に新党な、年内に結成を目指す新党なんですけれども、代表は枝さんがつくということでよろしいですか。まあ、それもまた相談して、皆さんで決めることです。東京さん、ごめんなさい、もう時間ありいっぱい取っておりますから、ご容赦ください、順番は。東京新聞の安藤と申します。はい、特定秘密法に戻って恐縮なんですけれども、御党には原案の原案ともいえる、もっと厳しい案を検討されてた方とか、あと党方針に従われた行動をされた方、修正協議に署名された方、いろんな方々いらっしゃると思うんですけど、皆さん、先ほど枝先生がおっしゃった方向で、今後動いていくということでよろしいですか。はい、今回の法案については賛否分かれました。私のように棄権をした者もおります。しかし2点で完全に一致しております。1点は特定秘密保護法制のような法制が必要だということは完全に一致しております。一方で今の法の現状、原案がですね、不十分な点があるということも、これは皆一致しているところでございます。従いまして、我々国会議員の責務はですね、ああだこうだと評論しているわけではなく、具体的に議員立法でそれを形にして、そしてもう通常国会以降それを通していくという努力をですね、していく、そのための提案はしっかりとしていきたいと思います。はい、先、はい、どうぞ。フリーのジャーナリストの田中隆作と申します。よろしくお願いいたします。まず川田先生にお伺いいたします。川田さんは官僚による情報隠しが、薬害を生んだと、おっしゃってずっとこの法案、秘密保護法案反対されてきましたが、今信念を貫いた今のお気持ちをお聞かせください。私はこの法案については最初提出された時からですね、やっぱこの法案では不十分であると、特にやっぱりこの官僚に恣意的に操作されてしまうこの指定の範囲ですね、やっぱりそこをですね、やっぱりしっかりと国会議員として、これはこの法律を作ることについては法律の全体像としては必要なものだと思ってますけれども、この出てきた法律については反対の意思を一貫して貫いてきました。そういった意味で参議院の本会議場でも反対の立場に立ちましたけれども、私としてはやはりこの法律をやっぱりしっかりと本当にこの情報公開の視点でですね、やっぱりしっかりとやっていかなければいけないという思いで、やっぱりこれはこの今枝議員からも話がありましたように、やっぱりしっかりとこれ作り直しをしていくということが大事なことだと思っております。選挙の不安はございませんか。全くありません。はい、はい、お金か。すみません、まだ続きあるんです。ちょっと一問ちょっと人数多いんで、はい、また後で、はい、じゃあ TBS さん。TBS テレビ白畑と言います。自民党のとへのすり寄りという話がありましたが、具体的に、食事とかもちろんあったと思うんですけども、その渡辺代表が遺留したときに、その来年は与党入りするというような発言をしたという枝先生のそういう話もありましたが、具体的にそういったどういった行動が、自民党へのすり寄りと受け止めたのか、枝先生に限らず皆さんにお聞きしたいんですが。
それでは私から申し上げますと、我が党の議員の会合でですね、もういつまでも野党をやってるわけではないんだと、テコの原理は与党に入ってこそ有効なんだというようなご発言もされております。それから、11月14日の安倍首相との会食でですね、やはりこの特定秘密保護法案、あるいは集団的自衛権行使の容認、NSC の問題もそうですけどね、こういう形でですね、安倍さんと歩調を合わせていこうという発言があった事実も私も把握しておりますので、こういった一連の流れを考えますとね、やはり与党入りを狙っておられるのかなということでございますけれども、この点について、他の議員にもですね、そういうあれがあるのかもしれませんので、発言をお願いしたいと思いますけれども、それでは、まず柴田さん、はい。今枝田さんからもお話があったようにですね、私の国政報告会の席で、一部マスコミの方もいらっしゃいましたが、いつまでも野党でいるというわけではないんだと、与党入りして政策を実現するのが手っ取り早いというご発言がありました。これまでのいわゆる政界、政党ブロックで政界再編というものとはちょっと次元の違う発言だったというふうに受け止めましたが、こういうようなこともあったのは事実でございます。じゃあ小野さんお願いします。あまり話したくないことではありましたけれども、今回の法案審議の最終の過程で皆さんもご案内の通り、与党側と野党側と厳しく理事懇談会、理事会、対立してました。発言も許されない状態で、理事日程についても我々の意見を言うこともできない状態で折った時にですね、代表から指示が来て、黙って自民と公明の方につけと、官邸には小野さんの話は丁寧に対応するように通してやるから大丈夫なんだから自民と公明と同じ歩調を取れって言われまして、それはできませんということを言いましたけども、それも与党入りというのを念頭に置いてなければとても現場の責任者にできる指示ではないと私は思っています。私の場合はまかりなりにも大変お世話になった方の名誉を必要以上に傷つけたいとは思いませんので、簡単にだけ申し上げさせていただきますが、直接、渡辺代表とお話をさせていただいたときに、自民党渡辺派のような形で今後はテコの原理を働かせていくというご発言がありましたので、その旨だけお伝えさせていただきます。ありがとうございました。ニコニコ動画の七尾と申します。今後よろしくお願いします。お疲れ様です。明日ですね、10日には民主党の細野前幹事長と日本維新の会の松野国会議員団幹事長らと政策勉強会を立ち上げる予定とお伺いしております。まずここでですね、何をされようとしているのかということを確認したいのと、このお二方を含めてですね、新党結成の可能性についてすみません教えてください。明日の勉強会はですね、政界再編とか新党とかを目指したものではございません。規制改革と地域主権をですね、メインテーマにですね、しっかりですね野党のメンバーで、勉強し政策提言をしていこうということですね。それはなぜかといいますと、今国民の皆さんの一番の関心というか期待はですね、このアベノミクスが本当にうまくいくのかどうか、そしてですね、景気が本格的に回復して給料が上がるのかどうか、生活が安定するのかどうかだと思うんですね。そのためにはですね、大胆な金融緩和、これは我々が結党以来訴えてきたことでございますから、それは評価をいたしますけれども、これはカンフル剤でしかありません。このカンフル剤が効いている間にですね、お金だけではなくて実体経済、モノサービスを浮かしていくということがですね、持続的な景気回復に必要なことでございます。そのためにはですね、既得権益を打破してですね、
例えば日本の将来有望な分野である電力エネルギーであるとか農業であるとか医療福祉子育てであるとか、こういった成長分野のですね、規制をですね、しっかり改革をして、株式会社であれ NPO であれお年寄りであれ若い方であれですね、どんどんこういった領域に参入していただいて、そしてですね、実体経済を動かしていく、景気を上向かせていく、さらには地域主権、難しい言葉ですけれども何のことはない、とにかく景気対策一つとってもですね、一番よくその地域の実情を知っているのは市町村長さん、地方の首長さんですから、そこに権限やお金を与えればですね、公共事業の必要な地域には公共事業をしっかり当てていく、そうじゃない、例えば子育て支援の保育所とか、あるいは児童手当とか、そういったことを優先したいなら、そういう市町村長さんの権限でやっていく、判断でやっていく、これが地域主権ですからね、ですから、これもですね、霞が関や属議員のですね、大変な抵抗を受けますよ、中央官僚、中央の属議員の権限、財源をですね、地方に下ろそうというだけで大変な抵抗が起こるんですよ。それ規制改革一つ取ったってですね、全部これ電力会社であれ農協であれ全部これ自民党の支持基盤ですからね、強力なその岩盤規制を打ち破らなきゃできないという意味でですね、まさにですね、これは、日本の景気を持続的に回復させてですね、給料を上げていく、そして国民生活を安定させていく、これ肝中の肝の政策でございますから、これを中心にですね、しっかりとですね、議論を戦わせてですね、安倍政権にですね、提言をしですね、突きつけていきたいというふうに思っております。すみません、お二方の新党合流について。いやいや、これは全くそういうことを考えた勉強会ではございません。ただ、今までですね、幹事長同士でですね、信頼関係も深めてきた3人でございますからね、こういう場ではとは別途ですね、将来の野党再編に向けてですね、当然意見交換をしていくことになると思います。じゃあ産経さん。産経新聞の澤田です。渡辺代表はですね、年内の新党結成に対して政党交付金目当てじゃないかとかですね、選挙区事情によるものではないかというふうな指摘をしているんですけども、そうした声にはどのようにお答えになりますでしょうか。またそうしたことをおっしゃる渡辺代表にどのような感情をお持ちでしょうか。そんな意図は全くございません。皆さんお考えになっていただければすぐ分かるんですけれども、我々は国会中は国会議員の職責を果たす、政局には走らないというのが信条でございますから、そう考えるとですね、こういった新党結成のタイミングは夏か年末しかないんですね。でご存じのように、我が党でいろんなことが起こってきたのは夏以降の話でございます。したがって先ほど申し上げましたように、もっと早く離党すべきだという声もあったんですけれども、私は国会会期中は法案審議、国会論戦に集中しよう、そして昨日やっとというか昨日国会が閉会しましたのでね、もう一日も置かず今日離党しよう、そしてもともと政治理念や基本政策は一致しているメンバーですから、我々は綱領作り、基本政策作りもですね、そんなに時間をかける必要もございませんので、自然な成り行きとしてですね、年末決闘ということになると、そういうご理解をしていただければ幸いです。そういったことをおっしゃった渡辺代表に対してどのような感情をお持ちでしょうか。そういうことにですね、いちいち応戦するつもりはございません。前の方、前の方、前の方どうぞ。東洋経済の下と申します。先ほど新生みんなの党であるという話で、脱官僚、地域主権、原発ゼロ、増税より景気回復という話ありましたが、これは基本的にその今のみんなの党で掲げてきた結党の精神でありますとか方針であるんですが、いわゆるそういう精神の部分というかはもう引き継いでいくということなんですか。もちろんです、もちろんです。で先ほど言論の自由や政治活動の自由が制限されるようになったというところで、2009年にその結党宣言をしてから、どうしてその、こういうふうにこじれてしまうというか、こう何がこう、ボタンの掛け違いというか、党内で何が起きたのかというのは、原因は改めてどういうふうに考えておられますか。申し訳ありません。もう我々はもう過去を振り返りたくないんです。
そうしたことで負のマイナスのエネルギーも使いたくありません。先ほどならば党内でですね、引き継ぎ改革を訴えろ、党内で主導権を握ろうという声もありましたけれども、もう私はそうしたところにエネルギーを使いたくないんですよ。もうとにかく前向きにですね、今日からのびのびと我が党の決定の原点である野党再編をして、そして脱官僚地域主権、将来の原発ゼロ、そして増税よりも景気回復優先、こういったですね、国民本位の政策を実現できるような、そうした体制を作っていこう。もう私からはですね、もうくどくど申し上げたくありませんので、ご容赦いただきたいと思います。月刊誌のファクターの宮島です、はい、これは非常に私は勇気のあることで、よく14人が集まったと思うんですけど、そういう皆さんについて今どういう思いがあって、この原動力は何だったのかと。で、先ほど一強多弱の政権構造というか、これを打破するというのが一つの目標だとおっしゃいましたが、この14人の種からですね、野党の荒ましき荒ま欲しきスケール感というんですかね、例えば所得議員見てたとか、内閣支持率、まあ、内閣じゃないですね、その支持率 10% とか、そういう意味で何かですね、旗となるような考え方、そういうのが今のところあればですね、伺いたいんですけど。我々はですね、数合わせの政党結成は絶対にいたしません。それは過去を振り返ってみても失敗の連続です。90年代政界再編が立て続けに起こりました。しかしその結果が今の自民党と民主党なんですね。これが国民本位の政党でしょうか。私はそう思いませんので、自ら戒めているのは、決して数合わせのための再編はしない、政治理念や基本政策を一致させる、その大きな旗印はですね、やはり我が党の決闘の原点である脱官僚地域主権ですよ、ね、今は本当にね、言われなくなりましたね、脱官僚とか官僚主導の政治を打破しようとか、公務員制度改革、税金の無駄遣いをなくそうとか、天下りを禁止しようとか、ほとんど言われなくなりました。しかしこれが我が党の決闘の原点だったんですよ。この原点を忘れずですね、これからもしっかりとですね、国会議員として政党として提案をして安倍政権に突きつけていきたいと思いますしね。それからもう昨今のトピックで言えば、一番その原発ゼロですね、まあ、我が党も即時ゼロまでは踏み切っておりませんけれども、我々も将来20年代か30年代かきっちりとですね、原発ゼロにしていく、ピンチをチャンスに変えてですね、しっかりと新エネルギーの開発をしていく、 LNG のコンバインドサイクル等のつなぎ電源もしっかりと設置していく、まあ、そうした具体的な工程表も持っておりますから。そして何よりもですね、増税の前にやるべきことがあるだろうというのが我々の訴えでもありました。もう消費増税規定路線として決まっておりますけれどね、その前にやるべき国会議員や役人が身を切る改革ですね、そういったものを中心にですね、やっぱり掲げて、そしてこういった旗印のもとに集う、他の政党の皆さん呼びかけてですね、こうした旗印のもとにですね、さらなる再編をに取り組んでいきたいというふうに思っております。はい、どうぞ。フリーランスの畠山と申します。江田さんはこれまで政策理念なき再編は野望だと批判をされてきたと思いますけれども、集団的自衛権の考え方についてどうなるのかということを一つ、それからもう一つ、今回そもそもの発端というのは、江田さんが7月の記者会見で渡辺代表の党運営をですね、渡辺焦点と批判して、党収支の透明化などを訴えたことから始まっているんじゃないかなと思うんですけれども、一方で一人当たり月額65万円のですね、立法事務費、それを他のほとんどの議員が受け取っていない中、江田さんは受け取っていたという指摘もあるんですけれども、これについてお答えいただければと思います。はい、最初何でしたっけ、最初の質問は。集団的自衛権ですね。集団的自衛権の問題は大変重要な問題でありますので、私なりの考えはここにはありますけれども、明日以降しっかりとですね、カンカンガクガク議論をしてですね、この14名あるいは15名の意思統一を図って、
次の決闘会見の時にですね、クリアに皆様にお話をしたいというふうに思います。それからその立法事務費云々の話はですね、これは税金です。領収書のいらないお金、ですけれども、まあ、こうしたそのお金の問題についてですね、私が代表一人がですね、差配しているようなあのイレギュラーな状況はだあの変えてくださいと言ってきたのは事実です。税金の無駄遣いをしっかり正そうという党の党首がですね、20億円近い政党助成金、立法事務費を一人で差配しているという状況はですね、どう考えてもですね、許容されるものではありません。そういう意味ではですね、私はもっと透明性のあるしっかり党内手続きも経た、党内合意を経たですね、税金資金の運用が必要だということを提言をいたしました。従いまして、これは言い訳になりますけれども、私だけがもらっていたというのは全然相談もなかったもんですから、他の人には1円もその時は配布されていなかったということも全部これは代表が決めた話でございますので、私からどうこうするつもりはございません。わかりました、ありがとうございます。テレ朝さん、テレビ朝日のモーニングバードのところと申します、はい、先ほどこの部屋に江田さんお入りになりましたときにね、ご気分いかがですというふうに伺いました。歯が一生というところまではいかなかったようですが、今こうやって13名のいわば同志の皆さん方と記者会見40分45分過ぎておりますが、改めて伺います、ご気分は今いかがでございますか。まあ、一言で言って大変複雑ですね。先ほど申し上げましたように、私と渡辺芳美さんがですね、情熱を燃やしてこの党を結党したんですね。私も政党名をつけたり結党宣言を書いたり、マニフェストを作ったりということでですね、貢献をさせていただいてまいりました。まあ、そういう党を離れるなんてことはもう夢にも思いませんでしたので、もう本当に断腸の思いでございます。しかし一方でですね、今日を期してもう伸び伸びと前向きに過去を振り返らずにやっていこう、そういう思いもあることも事実ですね。ですから先ほど申し上げましたように、もう過去のことはもういいじゃないかと、もう我々みんなの党出る以上は今度結成する党を基盤にですね、しっかり国民本位の改革勢力を結集した新しい政党でやっていこうという思いもありますから、そういう意味ではですね、気持ちの一区切りがついたという思いもございます。それがまあ偽らざる心境です。はい、じゃあ フリーランスの和弘と申します、よろしくお願いします。まあ、先ほどちょっとだけお名前が出たんですけども、柿沢議員いらっしゃいますね。もともとみんなの党にいらっしゃったんですけど、今は無所属になっております。で、今回は、一応離党会見ということなので、まあ、もうすでに離党されている柿沢議員がいらっしゃらないというのは、納得がいくところなんですけども、今後やはり新党を立ち上げということにあたって柿沢議員をどのように、まあ、お話がいっているのかどうかということと、まあ、もしくは江田さんではなくて他の方が仲のいい方がお話いっているのかもしれないんですけども、もし柿沢議員のにはどのようなお話になっているとか、まあ、新党について、どういう話がいっているのかというのがあれば、はい、お伺いできればと思います。はい、これは不幸にもですね、我々より先行して夏に離党されましたが、まあ、当然我々の同志だと志も同じくし政策も一致しておりますので、ぜひ入っていただきたいと思いますし、ご本人もそのおつもりだと理解しております。はい、藤さん。すいません、フジテレビの長谷川と申します。皆様それぞれ離党という思い、決断をされたわけですけれども、それぞれの皆さんにその決断をされた、理由と、またそして今後どのような活動をなさっていきたいか伺いたいんですが、よろしくお願いいたします。はい、それじゃあ井出さんからずっといきましょうか。簡単に、ちょっと時間もあれですから、うん、もう一個ないですか。はい、はい、じゃあ回して。はい、ありがとうございます。私も、2010年5月から、
みんなの党に入党してこれまで活動してまいりました。みんなの党の一番いいところは、いい政策をですね、しがらみなく捨て身で訴え続けると、そういうことで力を伸ばしてきたと思っております。今回こうしたメンバーで新しい船出をするということはですね、皆さんそれぞれ思いはあると思いますが、私からすれば、捨て身で政策を貫いていくんだと、秘密保護法のいきさつもいろいろお話が出ましたが、簡単にその他の政党とのパートナーを組むことを優先してしまってはいけないと、まず中身の議論をやっていくと、他の党が今までやってこれなかった前向きで未来志向の改革を提言していくのがこれからの私の仕事だと思います。で、私は一番年も若いんですので、皆さんのサポートを一生懸命させていただきたいと思います。私は椎名剛でございます。私自身はですね、最終的に離党決定したのは今日未明です。それまで種々いろいろ悩んだ経緯もございますけれども、やはりですね、私8月の両院総会の時に小獣とのようにですね、トップに苦言を呈する人間がいない組織は腐敗するということを申し上げました。現実にですね、枝前幹事長がですね、幹事長職を解かれた後以降ですね、組織が少しおかしな方向に向かっていったのではないかというふうに私自身は思っています。非常に重要な法案や政策がですね、党内の政局に利用されるなど、こういった現状に私自身は非常に問題意識を考えています。私が自分で選挙を戦ったときに、国民不在の政治を脱却して、まさにですね、我々が国民の皆様方と一緒にですね、政治を作っていく、そういうことを訴えかけてまいりました。しかし今現状の党はどちらの方向を向いているのかというと、決して国民の方を向いていない、そう思いました。私自身はですね、こういう思いで本来のみんなの党の結党の原点に戻ってですね、自ら信念とする政策を実現していきたい、そのように考えています。私自身は特にですね、原子力発電所の事故の収束と、それから未来のですね、この原子力発電所への頼らないエネルギー政策を実現していくために、一つ一つ政策を行ってきたところでございますので、これをですね、ぶれずに今後も行ってまいりたいというふうに思っています。そして、新党というものを結成するにあたりましてですね、私自身は自ら法律家ですから、その自らの知見経験というものを生かしてですね、党内のシステム作りに協力していきたいと思います。衆議院議員の小池正成です。離党の理由と、またこれからということでありますので、簡潔にお答えをさせていただきます。私は支部長時代を含めまして3年間みんなの党で活動してまいりましたが、今回の離党の理由といたしましては、今の排除の論理がやはり止まらないと、また自分たちで止めることができないということを確認したからであります。またそれに基づきまして、これからは公平で開かれた寛容な党を作っていき、私たちの政策理念で求心力を高めて政界再編を実行していくと、そのようなことを思っております。衆議院議員の畑中光成です。今の国会はですね、本当に、与党の思うがままに進められてしまうような状況になっていると思います。何も国民は安倍政権に全権委任をしたわけではないと思います。本来野党の在り方というのは、こういった国民の思いを代弁していくのが役割だと思っておりますが、現状は各党が主導権争いをし、そして上げ足を取りをしてしまっている、こういったところを本来はみんなの党が結党の原点に立ち返って、
しっかりと強い主張を訴えていくべきところであるにもかかわらず、今国会私、特定秘密保護法案の修正提出者として実務を担当いたしましたが、まさにそれのみならず各法案においてもこういった野党の弱さ、一強多弱の状態がもう明らかになっている、そういう思いでですね、私ども大変リスクのある行動かと思いますが、誰かがそのリスクを取らないといけない、そういう覚悟で今回離党を決断させていただきました。衆議院の青柳陽一郎です。私はですね、今回の件についてはですね、まあ、手続き上は離党して新党を結党するということでありますが、実態は、まあ、党が2つに分かれたということであります。党が2つに分かれたのであれば、私が選挙で訴えてきたことを達成するためには、まあ、政界再編しかないと思っておりますので、私は江田さんと行動にすると、行動を共にするという選択をしたということであります。参議院議員の柴田拓海です。私はこの14人の中で江田さんと私だけが4年前の8月8日の決闘大会に出ていたということになりますが、先ほど江田さんがおっしゃったように、それから見るとですね、随分我が党の原点から大きく、初め当初を目指そうというものから大きく逸脱してしまったなというのが率直なところです。で、言うまでもなく、その政策を磨いて政策を実現するというのが、我々が大事にしてきたところでありますが、ご案内の通り、私は今やっている新政権の副代表もやっておりますし、明日立ち上がる既得権益をダーする会の予備会計人の一人にもなってますが、そういう他党と政策を磨いていく、あるいは自分たちの政策を実現をしていく上で、他党の皆さんといろんな協議をする、勉強をするということが、いかにも反党行為だというふうにですね、言われる党になってしまったことを極めて残念に思ってまして、今、そういうことからもこの党の限界を強く感じたところであります。まあ、したがって、あの4年前の8月8日に掲げた旗を今一度高く、掲げ直すと、原点に回帰をして、再スタートをしたいと、そしてそれを実現するまさにこの新たな党が、大きなそういう役割を果たしていきたいと、心新たにこれからの活動に頑張っていきたいと思います。参議院議員の川田隆平です。私はやはり自分自身が国会議員を志した役割をなくしていきたいという思いから、今回の特定秘密保護法の問題については、やはり自分自身、この官僚支配のこうした情報を管理するような、その官僚にこれは委ねてしまうような、この法律については、自分自身の国会議員としてのこの存在意義、これをなくしてしまうことにはやっぱり納得いかないという思いがしてきました。そういう意味で、この法案をめぐってやっぱり自分自身もずっとこの問題について、この参議院で審議をしたいと、質問にも達したいということも言ってきましたけれども、質問に立つこともできず、私も本当にこの言論の自由というものがもっとこの国会でもですね、党内でもやっぱり必要だと思っていますが、本当にこういったことが私自身の、特にこの自分が役割をなくしたいという思いとですね、その原点に戻ったときに、本当にこの党の中でやっていくことが非常に難しいと感じました。私自身はみんなの党に結党した年の12月1日に入党いたしましたけれども、最初の党の雰囲気は自由に議論ができる、そういう本当にこの党の中で若い人たちの声もですね、聞く本当にそういう自由闊達な議論ができる党の良さに、とても自分も、それから原点の脱官僚というところの原点にやっぱり賛同してこの入党いたしました。私としてはそうしたこの薬害をなくすための、そうした脱官僚の部分、そこに賛同してみんなの党に入党したことがありましたので、その部分が失われたこのみんなの党というものに対しては、私は大変残念に思っておりましたし、そうした思いで本当にみんなの党、私も好きでしたので、そういった思いでは残念な思いもありながら離党しました。そうした意味では、新しいこの私も原点に戻って、無所属に一回戻って、そこから新しいこうした政治を作っていく場に、皆さんと一緒にこれからしっかり自分の意見を
しっかりと出せる場を作っていきたいと思っていますし、そして自由闊達な議論ができる場で、そこで国民の皆さんと一緒に新しい政治を作っていくということがこれから希望だと思っています。そうした意味でこれからの政党というのは名前も含めて皆さんとこれから決めていくということになると思いますので、私もゼロから本当にこの原点に戻ってしっかりこれを新しく作り直すということを一緒にやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。参議院議員の小野次郎は今日みんなの党に離党届を出しました。私一人ではありませんけれども、この中で、私は離党届を出すまで役員会のメンバーであり、また倫理委員長と務めてきただけに、ひときわ忸怩たる思いもございます。どういうことかというと、8月に枝さんが幹事長を解任された後も役員会に残りました。もともと私たちは党内の改革を進めたいという、活動というか集まりからこういう形に発展してきたわけでありますから、なんとか改革派の思いを役員会の場でも反映させてもらいたいということで、かなり意見も言いましたけれども、議事録を見ると全然異論も反論もなく承認されたという議事録しか作られないんですね。全く反映されない、閣議の話とそれ以下ですよ。それで、その後私は、はっきり言って民主的に党内の民主主義において代表を代わってもらうということを考えるのが政党人としての当然の務めだと思いました。しかし柿沢議員の顛末を見る限り、これはそんなこと許されるような雰囲気じゃないということを分かりました。その場で辞表かけなんていう、離党届かけなんていう雰囲気の党ではとても議論をして代表を代わってもらおうなんて議論ができる雰囲気じゃないということを私は気づきました。さらに、当該の方と会合を持った翌日すぐ、誰と会ったんだ、何話したんだっていう、事情聴取されたっていうようなことを聞きまして、私自身はそういうことをしませんでしたけども、役員会のメンバーとして柿沢さんの件もそれ以外に、会合に出ただけで何を誰と喋ったんだみたいなことを聞かれている同僚議員の姿を見て、本当に悔しい思い、忸怩たる思い、それに対してストップをかけることはできない自分を残念に思ってきました。それでも第三のソリューション、つまり自分自身が出るということについて決断はなかなかつかないでおりましたけれども、やはり同僚議員が先に言った通り、何遍政党ブロックの話を聞いても他の説明を聞いても納得できないのは、決闘の原点は自民党でもなく民主党でもなく第三の局として政界再編、そして政権を狙うんだという原点があったはずなのに、いつの間にか自民党にすり寄っている姿は、これは許すことはできないと思うようになりました。秘密保護法案の最後の段階に至ってはもうその極めつけみたいな状態になりましたけれども、私は12月6日の実際は8日まで延長になりましたけれども、会期終わるまでは国会議員、特に政党に属する国会議員であればその務めがあります。特に参議院議員は最後にその法案が回ってくるのが参議院ですから、それをきっちり、対応するまでは、いわゆる党内の問題に、関与するというのはやはりすべきじゃないと思ってきましたので、枝さんにもとにかく会期が終わるまで私は動けませんということを言ってきましたが、ああいう形で非常に不正常なというか、誰にとっても本意の形ではない形で国会終わりましたけども、終わる目処が立ったので私も動きますということを枝さんに申し上げて今のような状態になりました。やはり私がみんなの党好きで入った時からずっと思っているのは、是は是、非は非、リベラルな政党というのが私のみんなの党に対して抱いたイメージだし、今度新しく同志と共に作る政党も是は是、非は非のリベラルな政党にしていきたいというのを今念願しているところでございます。参議院の寺田です。離党の件ですが、病気でいうと合併症を起こしていろんな原因で、辞めざるを得なかった、離党せざるを得なかったと。一番大きな原因というのは、要するに特定秘密保護法案、11月の14日ですか、総理とですね、私たちの会議開いては、終わってからすぐそちらに行って、自分で、妥協してきてしまっていると。
そういうそのブレる方についてやっぱり一番大きな疑問を抱いたということは事実ですね。みんなの党の問題としては、私はこれ悪口じゃないですよ、なんていう3年もお世話になったんですが、渡辺代表のそのガバナンスのなさっていうんですか、そのこう受け入れる心、許す心っていうか、政治家がですね必要なそのガバナンスをねやっぱり欠けてるのかなということで、それは本人にもその両院議員総会でもまっすぐに喋ってるんですけども、例えば枝幹事長が幹事長をその降ろされた時点の時でも、代表これではこの党は割れますよという話を8月の時点にもしてるんですよ。ですからね、誠に残念だなと思っている次第です。私からは以上です。はい、やはりマンデラさんみたいなその人を飲み込む許していく心っていうのはある程度政治家っていうのは勉強してから、リーダーになったらしていかなきゃならないんじゃないのかなと、そう思います。参議院議員の前山雄一です。私が今回離党を決めた理由は大きく2つです。一つは、私は長いことメディアの世界で仕事をしてきました。ですから国民の皆さんに事実情報というものを伝えることの大事さ、これ絶えず自分ではこれをきちっと守りながらやってきました。で、今回ですから秘密保護法が出た時点で、やはりその報道の自由が非常に心配な状態になっている、このまんまではこの法案を認めることはできないという考え方で、これが修正されない限り反対をしようというふうにしていました。しかし、第三者機関というようなその非常にこう曖昧なもので党が方針を変えてしまったということで、私はこれはもうあくまでも反対するしかないという方針を決めたのが一つ。そしてこれに絡んでですね、このように党が方針を変えてきていること、そしてむしろですね、自民党に近いその政策を取るということになってしまうと、私がやはりみんなの党に参加をしたのは野党として勢力を結集して、そして改革をしていくんだという、その大きな大義名分がなくなってしまいます。そういうことから私は今回、みんなの党を離れることを決めて、そしてもう一回私がやりたいこと、私が目指していることをこの新しい党の原点の中に見出しながら、これからやっていきたいというふうに思っております。参議院議員の藤巻でございます。1年前に、この党に参加しまして、私は2年前、枝田さんから世間の常識は永田町の非常識だと、永田町の常識は世間の非常識だと、だからお前のような民間で30年社長業をやったようなそういう新しい元気した人間が必要だということで入党を決め、新たな世界に入りました。この1年みんなの党で、仕事をさせていただきましたが、この夏以来のこのブレた空気、ブレた中身に私はへきへきとしてまいりました。やっぱり私は一個人として、国民として、やっぱりこの日本、閉塞した日本をやっぱ元気にしたいし、やっぱり新たな政策、これは言ってます。脱官僚であり、地域主権であり、経済政策、ブレてないこの政策を一刻も早く自分個人としても、この新たな14人のメンバーで実現するために、やっぱりリーダーは一人しかいらないという面で、枝健二リーダーについていこうというふうに決めました。やはりブレないことが私はどの世界においても大事だと思ってます。この党は間違いなくブレなく、日本国を新たな方向に導く政党と信じ、ついていこうとつい数日前決めました。よろしくお願い申し上げます。衆議院議員の伊坂信彦です。いろいろありましたが、今国会の中で多数を占める与党の横暴を野党が食い止める、これが責任だという話、皆様からありました。私はもう一つ、その前の段階で野党は責任を果たさなかったというふうに考えています。つまりなぜ今衆議院でこれだけ自民党が多数を占めているのか、1年前の私も通していただきました衆議院選挙、自民党は決して多くの票を取ったわけではありません。しかし
野党3党がお互いに候補者をぶつけ合った結果、すべての選挙区で自民党が勝った、そして今国会がもうこうどうにもならない状況に陥っている、そういうふうに考えています。この同じ愚かな過ちをまた次の統一地方選挙、そしてまた次の衆議院選挙、参議院選挙で繰り返すことだけは絶対避けなければならないと考えております。その中でまさにみんなの党が今こそ決闘の原点である政界再編に真っ先に乗り出すタイミングであるにもかかわらず、なぜかこの夏以降ですね、他党と話をして、そして合流を目指していくと、この当たり前の動きが厳しく制限をされ、そして期間決定後はそれが反党行為だというところにまで至りました。私はみんなの党に政界再編をすると、その強い意志を持って入党をいたしましたが、その当たり前の今最も求められる動きができないなった以上は、私は有権者に約束したのはみんなの党の看板を掲げ続けることでは全くありません。私が有権者に約束をしたのは政策であり、政治スタンスであり、そしてその志の部分でありますから、そちらを優先して今回離党をさせていただきました。以上です。はい、では最後、私衆議院議員林博樹でございます。今皆さんがおっしゃった内容にですね、私の思いがかなり重複するところもあるので、特定的に3つほど申し上げますが、まず離党を決意というか考えた直接のきっかけは、やはり排除の論理、これが横行する組織は必ず衰退すると、私自身がそういうことを思ってずっとここまでやってきたというところがあります。でもう一つ、これからですが、私はとにかく東北の宮城県出身の人間ですので、何よりも選挙の時から復興を超えた創造を行うと、それを実現しようと言ってずっとやってきました。それをやるためには何が一番必要かといえば、まさしくこの脱官僚地域主権、ここなんです。これをずっとしっかりと肝に銘じて活動していかない限り、東北の復興というのはいつまでたっても進まないと。ですからこそ、その決闘の精神をしっかりと実現していくために、今回こういった動きになったということがあります。そして最後にですね、おそらくそのうち聞かれるだろうと思いますから、私の方から申し上げますが、特定秘密保護法案の後の、私の居住等々について、一言だけ申し上げますが、自民党渡辺派にお返しする議席はないということだけ最後申し述べて終わらせていただきます。来ましたので、最後何がございましたらよろしいですね。いいですね。はい、どうも本当にありがとうございました。よろしくお願いします。ご指示通りやりますんで。普通の顔で。もうちょっとこうなりませんか。いや、もうちょっと緩くて、緩くて。中はいいんだけど、寄れるかどうかも。もう一歩向こう行ってもらえますか。はい、もうちょっと前。こちらお願いします。右の方もお願いします。こちらです。お願いします。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、ちょっと皆さん引きます。
はい、よろしいですか、はい、ちょっと待ってはい、どうもありがとうございました。どうもすいません。よろしくお願いします。テレビをテレビ用だと思った。テレビ用だった。はい、よろしいですね。はい、はい、どうもすいません。ありがとうございました。あ、ごめんなさい。すいません、ここ通していただきました。すいません。お願いします。はい、お願いします。青柳さん、はい、お願いします。